よし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 、この辺でいいかな。さて、蓋を開けてと。さあ、起きるんだ、ハルト君。ほら、起きるんだ、ハルト君。ポケモンカードパック開封。デスマッチの時間がやってきたぞ。ほら、起きるんだ、ハルト君。うわ、ピエールさん、また パック開封デスマッチですか。あた、懲りない人ですね。そうだ、私はね、君に数々のパック開封デスマッチで負けてきたから、復讐がしたいんだよ。とてもなんか、リカちゃんの父親だとは思えない、一時どころか三人ぐらい、娘がいる父親だとは思いませんね。いいでしょう、ピエールさん。また帰り道にしてやりますよ。さあ、今回開けるパックはどこですか。それはな、愛の戦士くんからパクってきた。これだ。うわ、こんなにもいっぱい。愛の戦士くんが福袋で開けたポケモンカードパックだ。なんと、ラインナップがね、同じパックで、この通り、揃ったからね、お互いに同じパックを同じ枚数ずつ開封してもらう。さて、今回のルールを説明しよう、ハルト君。君に拒否権はないぞ。もうやるという選択しかないんだ。なんてことだ。いつもなんてめちゃくちゃな大人なんだ。さて、今回のルールは、ポケモンカードにはな、様々なレアリティが存在する。これだな。今回は、ダブルレアのカードを1点。で、ダブルレア以上のカード、プリズムスター、スーパーレア、ハイパーレア、そして乗ってないけど、この上に、ウルトラレアというのがある。それ、ダブルレア以上のカードは1枚2点。統一で2点。ダブルレアは1点。そしてダブルレアより下のレアリティはポイントが0だ。レアより下のレアアンコモンコモン。これはポイントがつかないというルールだ。1点で、それより上が2点というルールでやっていくぞ。おっと、肝心の罰ゲームを伝え忘れていたな、ハルト君。やはり今回も罰ゲームは存在するんですね、ピエールさん。その通りだ。今回の罰ゲームはこれだ、ハルト君。でねー、トイレットペーパーブラスター。今は水を抜いていないが、本当は水が粉絶えるぞ。リロードすると水とトイレットペーパーがここから充填され、もうぐっちゃぐちゃでびっちゃびちゃのトイレットペーパーの玉が射出されるぞ。本来はな、これがいい感じにトイレットペーパーだから溶けてベチャーって顔とかいろんなところに貼り付く。まあ後でのお楽しみというやつだ、ハルト君。くそ、今回もなんて卑劣な罰ゲームを。そうだ、トイレットブラスターで打ち抜かれてベッチャベチャのぐっちゃぐちゃにされるからな。まあ最後を楽しみにしておいた方がいい、ハルト君。それでは私からの先行でいくぞ。私は、じゃあまず向いていくのはレックのカリスマだ。私はこれ向いたことがないからな。一体どんなことカードが出るかわからない。エネコ、まあ肝心なのはレアだ。うわー、なんということだ。これはレギュレーション的に B だからまだセーフだな。B、A の A より下のカード使えないからな。B だからまだ一応使うことができる。クソ、私は、なんということだ。まあまずは様子見というところだ。雑魚ですね、ピエールさん。僕の力を見せてやりますよ。そんなんでいいんですか。僕が全部ダブルレアを引きますよ。これは福袋から出たバラのパック、全部ダブルレアだってね、ありえるんですよ、ピエールさん。それどころか僕は SR を引いてみせます。ダメじゃないか。ハルト君、所詮はそんなものか。大人の怖さというものを思い知らせてやろう。次に向くのはドラゴンストームというパックだね。これも向いたことがないな。海竜とかが出るのか。まあレア以下に興味はない。なぜ出ないんだ。なぜ出ないんだ。くそ、私は悔しいぞ。悔しがり方がとても気持ち悪いですよ、ピエールさん。さあ僕の番です。ドラゴンストーム向いてみせる。うおー、カツラの一発勝負だが、このカード、待ってくれ、このパック A と B が両方入ってるのか。カキは A だけど、カツラの一発勝負は B だぞ。気をつけないとやばいぞ。このパック一瞬でやられる。再録なのかな。再録が収録されてると。だがカツラの一発勝負はレアカードだ、ハルト君。どうしたね、ハルト君。クソ、こいつまたゼログラビティで煽るよ。どうしたね、ハルト君。そんなものかね。うるさい、あんただって一枚もね、ダブルレア以上出してないでしょ。うるさい。ピエール長、肉弾戦はやめてください、ピエールさん。私もつい熱くなってしまった。次はこのウルトラフォースが4パックずつだね、ハルト君。これはなんかどうやら基本エネルギーも入ってるみたいだな。まあレアが出るかわからん。あ、これ光ってるんだね。これもしかして全部光ってる。うわー、もう全部レア説。もう全部レアなのか、これもしかして。このパックだけ全く戦いにならないかもしれない。いや、それでもね、ダブルレアは入ってますよ、ピエールさん。後ろには書いてないですけどね。ダブルレアっぽいやつはダブルレアなんですよ。わー、来たー。
引きましたよ。ピエールさん、アーゴ 4GX はさすがにダブルレアですね。ダブルレア、まずは1点獲得ですよ、ピエールさん。そんなにもたもたしてる暇あるんですか？また僕にやられてしまいますよ。あなたもう36ですよね。僕は多分11歳ぐらいだ。それなのにいいんですか？僕みたいに子供に負けてしまって。くそ、なぜ出ないんだ。貴様、ハルト君、私のパックに何か仕込んだだろう。仕込んでないですよ。これが実力っていうやつなんですよ。行きます、行きます。あー、ダメだ。うん、所詮はそんなもの。私はな、私はお前の喜んだ顔を見て、後でレアリティが高いのを後で引いて、お前を絶望に叩き落とす戦術を使っているのだ、ハルト君。くそ、なぜだ、私は絶望を見ているぞ。このパック嫌な予感がしますね。まさかレア抜きとかしてあるんじゃないでしょうね。私は嫌な予感がしてきましたよ、ピエールさん。ピエールさん、このパックひょっとしてレア抜きとかされてるんじゃないでしょうかね。在庫の売れ残り、あー、わからない。でも俺たちはそれでも引かなければいけないんだ。ハルト君、たとえこの企画がもし潰れたとしても俺たちは引かなければいけない。まあ、このパックは元からあんまり出ないのかもしれないからな。ハルト君、そう簡単にレアが出てしまっては面白くはないということだ。ガブリアスは来たけど関係ないカードだ。さて、人雷スパークだ。これならゼラオラとかが出るんじゃないか、ハルト君。私の音量はここからだ。よし、来い、いでよ、私に選ばれしカード、ドローン。んざー、なになぜだピエールさんが失神しかけた。甘いですね。これだからザコイ音だってのは困るんだ。また哀れに僕に負けるんですよ。さあ、僕のターンだ。ドロー、出ろ、レアカード。なぜ出ないんだ。なぜ出ないんですか、ピエールさん。このパック、キャットしてレア抜きされてるんじゃないですか。まあまあ、ここまではまぐれかもしれない。まあ、そん簡単にバラカードでレアが出るとも限らないからな。私の番だ。 GG エンドを向いていくぞ。ドロー、ガブリアス、なぜだ、レアしか出ないじゃないか。くそー、なんということだ。ピエールさん、今度は僕の番です。このままでは一方的に僕の勝ちで終わってしまいますね。リセットスタンプ、まあいいカードですが、ダブルレア以上のカードは全然出ませんね。私のターンだ、ハルト君。こんなものでは終わらんぞ。全然出ないじゃないか、ハルト君。ハルト君、企画倒れだよ、このままだと。ハルト君、なんとかだ、福袋で。福袋に外れしか入ってないのか。ふざけるな、あの店舗もう二度と買わねえからな。全然出ないじゃないですか、ピエールさん。これ次はフルメタルボールだ。フルメタルボールにかけよう、ハルト君。何かの間違いで入ってるかもしれない。ヤドラン、くそ、これはレアカード。ハルト君、こうなったらもうレアカードも換算するしかなくなってくるルールに変えざるを得ないぞ、ハルト君。そんなことはありません、ピエールさん。うわー、来たー。ピエールさん、そんなことはなかったようですね。どうやらウルトラレア、一番いいレアリティを引いてしまったようだ。たまたまバラで入れてやったがために、そういう弱いカードが集まってしまっただけかもしれません。メタルコアバリア、あー、これはまだまだ C なので全然使えるカードだ。あー、 UR か。あー、でも良かったですね、ピエールさん。 UR もまあ一番レアリティでなかなか出ないんですけど、今回は2点だそうですよ。さあ、これ逆転できるんですか、ピエールさん。お、また負けちゃうのか。ああ、いい年してよ、クソガキに。クソガキって言っちゃった、自分のこと。お、ガキに負けんのかよ。おい、自分から喧嘩売っといてよ。おい、やめろ、ハルト君。いい大人の胸ぐらを掴んではダメだ、ハルト君。離せ。うわ、私の本領はここからだ。まあ、レアが入ってると分かっただけでも全然いい。私はリミックスバウトを引くぞ。ドローワールド君、私だって引ける。くそー、レアリティがいまいち足りない。これはレアカードだ。ポイントにならない。ピエールさん、本当に雑魚ですね。本当に雑魚でどうしようもない。またあなたが犠牲になるんですよ。懲りない人ですね。もういい加減に勝負を挑んできたら来るのやめたらどうですか。まあ、僕はこのまま何も引かなくてもこのままで勝ってしまいそうだ。行くぞ、ハルト君。なめるなよ、ハルト君。ノー、次はダブルブレイズだ。これなら引ける。なぜ引けないんだ。ピエールさん、さすがに弱すぎませんかね、ピエールさん。え、どうしたんですか、ピエールさん。カビゴン。いやー、これこのまま引かなくても勝ってしまうな、ピエールさん。逆境に追い込まれた大人を侮るんじゃない。私は何度もオリエトの修羅場を抜けてここまで生きてきたんだ。ミラクルツインで私はミュウミュウ当てよう。
アルタ君、クソ、ナズレアは出るのにダブルレアは出ないんだ。雑魚だからですよ、ピエールさん。行くぜ。クソ、出ない。本当に出ないじゃないか、このパック。どうなってるんだ。全く出ないじゃないか、こんなにパックがあって。鬼のように出ないぞ、アルタ君。私はなんだか悲しくなってきた。ピエールさん、奇遇ですね。僕も悲しくなってきたところですよ。お友達手帳。ああ、これレアみたいですね。どうやら、残念だ。だがドリームリーグにはな、様々な光るカードが存在してる。ここは逆転可能ポイントだ。行くぞ、アルタ君。見ておけよ、私のパック開封を。ドロー、なぜだ、ドリームリーグにも見捨てられるのか。ドリームリーグは非常にレアが当たりやすいパック。それでもレアが引けないなんて、ほんと雑魚ですね。ああ、これはレアだ。残念ながらレアだ。このルール欠陥だったんですよ、ピエールさん。うるさい、黙れ、アルタ君。私は引くぞ。2パックが来たー来たぞ、アルト君。私もついにソルガレオ&ルナーラ GX リュウリュウちゃんがいる。私のおかずが揃ってしまったな、アルト君。あともう絶望的じゃないですか。あとはソード&シールドのソードのパック1パック、それで UR を引いても僕と引き分けだ。あなたは所詮そこのまり雑魚なんですよ、ピエールさん。行くぜ。あ、俺のターンだ。差をつけてやる。リーリエの全力、まあ可愛いカードだが、クソ、追い込まれてしまった。最新パックのソードだ。これで引けなければ引いたー。1エンジンだが、あと1ポイント届かない。これもダブルレアだ。クソ、己、クソ、私は2点。この後ハルト君が3点で勝ってしまう。まずい。圧倒的力の差というものを見せてあげますよ、ピエールさん。ああ出なかったけど、どうやら僕が、2点1点の3点、そしてピエールさん解いてくださいよ。うわ、どうやらこれ1点と1点で2点ですね。僕の勝ちですね。ブラスターの餌食になるのはあなただ、ピエールさん。何がおかしいんだ、ピエールさん。これだからバカな子供は。何を言ってるんだ、ピエールさん。あなたの負けですよ、確かに。まだだ、まだ戦いは終わってないのだよ、ハルト君。私はね、汚いんでね、どんな手を使ってでも君に勝たせてもらうよ、ハルト君。なんだって。来い、エクストラパーク。よし。あ、ピエールさん、それはそうだ、タッグオールスターズGX。なんとな、アルト君、このパックにはな、必ず GX が1枚以上入ってるのだ、アルト君。汚いですよ、ピエールさん。そのパックを僕と1パックずつあげるべきだ。大人はね、汚いんだよ、アルト君。さあ見ていこうか。私はね、高額を払ってこのパックを手に入れたんだ。おっと、来てしまったね、ウルトラネクロズマ GX。 これで君に並ぶことができた。3点だ、私は。さあ次に引ける GX で確実に4点を取る。ざまあないな、ハルト君。さらばだ、ハルト君。さらばだ、ハルト君。さて、出たカードは弱し GX か。君みたいだな。君みたいに名前負けのカードだ。弱し、糸弱し、弱いんだよ、ハルト君。さあ私のトイレットペーパーブラスターの餌食になるのは貴様だ、アルト君。アルト君、何笑ってるんだ。実に肩洗いたいですね。このゲームのルールを設定したのはあなただ。同じパックが同じ枚数だけあると言ったのはあなただ。何を言ってるんだ、ハルト君。まさか。そうですよ、あなただけじゃない、私の手にもパッシあるのですよ、タッグオールスターズ GX がね。そして俺はあわよくば GX をさらにもっと引いてしまおうという考えです。さあこれであなたに並びましたよ、ピエールさん。どうするんですか。僕の手元には確実にあと GX が1枚入っている、このタッグオールスターズがあるんですよ、ピエールさん。とどめだ、エリカのおもてなしも出た。 SR も出した。2点だ、これだけで。さらに追加だ、オーバーキルだ、ピエール。死ね死ね、ピエールさん。これはバカムですよ、ピエールさん。見てください、ピエールさん。僕は最後の最後に当ててやりました。ゴミみたいな福袋からこいつを出してやったんですよ。バカな、ありえない。私はズルをしてまた負けるのか。アルト君、待ってくれ。なんだ、金か。金ならいくらでもやる。ダメですさ、ピエールさん。ダメです。娘か、リカか。リカとの結婚期をやろう。
リカお前のものだ。ああ、それもありがたくもらっておきますよ。でも罰は受けなければならない。待ってくれ。さあ来るんです、ピエールさん。いや待ってくれアルト君、大人をそんなに引きずっちゃいけない。アルト君待ってくれアルト君、考え直してくれ。私のおふざけだったんだ、あれは遊びだったんだ。アルト君、本気にしててくれ。アルト君、やだな、私と君との仲じゃないか。アルト君、なぜ君はそこまで本気になってしまったんだ。アルト君、ダメですよピエールさん、デスゲームとあなたが言ったんですからね。今からこのトイレットペーパーブラスターであなたを射撃いたします。射撃させてもらいますからね、ピエールさん。いくぜピエールさん、3、2、1、射出。おっとピエールさん、外してしまいましたよ。私、アルト君待ってくれ、これなんかすごいえらいべちゃっとしたものが飛んできてるぞ。これが私の顔に直撃したら大変なことになってしまう。私はリカちゃん人形を、生命を奪われてしまうぞ。アルト君、考え直してくれないか。ダメですよピエールさん、今更な、もう遅いんです。今度は当てますよピエールさん、いきますよ。3、2、1、射撃。ああ、張り付かなかったですね、ピエールさん。運のいい人だ。どんどん行きますよ、ピエールさん。待ってくれ、アルト君、許してくれ。うわあ、私の顔に何か張り付いたぞ。こんなもんで終わりだと思わないでください。さあ、死んでください、ピエールさん。うわあ、アルト君、許してくれ、アルト君。私が何をしたって言うんだ、アルト君。やめてくれ、アルト君。これ以上はまずい、アルト君。ダメです、ピエールさん。いい気味ですね。ピエールさん、とどめです。死んでください。やめてくれ、アルト君。とどめなのに、君はあと何発撃つんだ。もう許してくれ、アルト君。私が悪かった、アルト君。ピエールさん、サンタさんみたいになってますね。ああ、見るも無残に大変なことだ。こんなに散らかして。ひどいよ、アルト君。アルト君、何もここまでしなくてもよかったじゃないか。ああ、いい気味です、ピエールさん。もっと近くで私に見せてくださいよ。その無様な様子をね。アルト君、もう約束しよう。私は君にデスマッチをもう挑んだりはしない。許してくれ。デスマッチはこれで最後にする。だから絶対許してくれ。ダメです、ピエールさん。うおー、ざまないですね、ピエールさん。ザコは消えてください。もう俺に話しかけんじゃねえぞ、こら。おい。すいませんでした、ハルトさん。ハルトさん、マジすいませんでした、ハルトさん。ザコがよ。